元気にしてる。なんとか元気です。今日は雨ということもあり、なんかドヨーンとしてますちょっと痛いし。あ、劇場にいるこんばんは。あ、キャンセルしちゃったんだ。そうだよね。そう、4月10日もいないの。なんかね、もうその期間がコンサートして、もし公演やったら公演出て、でリハとかがすぐ来るから、多分ちょっと私が何そこまでできないかもしれないということになりまして、10日も出れないんです。で、10日はね、公演自体も少ないから本当に申し訳ないんですけど、でも4月のね、握手会があるので、そこで会いましょう皆さん。あ、そう、やっとギターが終わったのでネイルをしたんです。見て、おパンチウサギボケてる、ボケてるか。薬指胴体の方と顔だけのやつじゃーんかわいいんでしょこれ、パンチ。ちょっとアイス食べています。プレミ焼いてるのうん、この子ね、常に泣いてます。エミリーみたい。うん。常に泣いて。久々にね、まつげとね、眉毛をしに行った。わかるかな、うん、眉毛がね、これ描いてないのにこんなに綺麗なの。え、これ本当に感動しすぎてびっくりしてんだけど、わかるかな、わかんないか。めっちゃ眉毛が綺麗。これだって描いてないんだよ、ほらあ、前髪がすごくない？まつげも久々に、でも今日ちょっと湿気でね、負けてあんま上がらなかったっぽいけど、でもちょっと上がってる。あげあげ、あとでストーリーに載っけるから見てね。めちゃくちゃさ、綺麗なとこだった。初めてか、マクベか、マユケさんだっか、
アイスが、つとむ北海道さん、ありがくまん、ありがくまです。いつもありがとうございます。他のみんなは今公演の準備中かな。今日は雨でなんかやだね。うん、さ、外出ててさ、もうなんか雨の中歩くのがめっちゃしんどかった。ショールームイベント、そう、なんかやってますね、春のイベントみたいな。ね、夜中のね雷マジでやばかったよね。にマジでビビって起きたもん、パゴーンみたいな。そんな雨降ってるんぐらいだった。ん、明日晴れるの？嘘だ、そんな晴れるわけないじゃん。肩は大丈夫、肩は痛いです。30万円ギフト集めたらアバター作る。でも今のねエミーのねにゃんこちゃんのねアバターが可愛いから変わらない、変えたくない。明日晴れてまた明後日か、なんだそれなんで雨降るの、本当にわからない。そういえばそう、髪の毛も染めたんですけど、わかりますか？わかんないか。髪の毛もね、ちょっとだけ切ったんだよね。なんかパサパサしてる。髪の毛もちょっと切ったんだよね。え、前髪切った。さすが。そしてまたこの横幅を増やしちゃった。よ、いいかなと思って横から見たらなんかいい感じそうじゃない。こっちあんま見えない。これがねすぐ伸びてくるんだよ。なんで前髪は伸びるの早いのに髪の毛自体は伸びるの遅いんだ。今日ちょっと外にいすぎてめっちゃ寒い。ちょっとあまりにもミニスカで歩きすぎて太もも半分寒い。ちょっと寒かった。歩いてたら暖かくなるんだけどな。今日は寒かったわ。ミニスカ。なんかどうしても、まあ、ちょうど今日出かける予定で、でどうしてもなんか欲しかった服が前買い物行った時チラって見て可愛かったやつが頭から離れられなかったので、そのワンピースも変えてマジで嬉しかった。もうないと思ってたよ。3色色あったけど1色なかったから売り切れなんだと思うけど、無事に変えたからもう心残りはないです。3月は
しゃべり会切る切る。そう、忘れられない時ある。そうなのよ、なんか多分エミの中の洋服買う時はなんかあのどうしてももう何日間経っても欲しいって思うものは欲しいんだと思うっていう、買っていいっていう自分の中であって、いやこれって別にいらなくねってなったやつは絶対買わない。可愛い系じゃないよみんな、ごめんね、もう先に言っとく。もうエミリーっぽいあのクールな服です。試着してないかわかんない、大丈夫かな、何日着ようかは決めてないですなのでお楽しみに。今は来ません、もう寒いジャケットのセットアップ、あーなんかいいとこあんのかね。全然大きいサイズとかじゃないですよ、普通に普通に服です。わ、じゃあ公園行ってきますって、いってらっしゃい。ね、ショートカットしたい分なんかさ、あの去ってったんだけどあんなにショートカットにしたいとか言ってたのに。え、 YouTube とか何倍速で見る、花ちゃんに言えばいいです。え、嘘そんなことないでしょ普通に見るよ、普通普通。コンサートは出ますよちゃんと。けどまあでもそもそもあの若手がベースのコンサートなので、あのそんなに出演率はないですけど出ますよみんなちゃんと。なんか私見たっけ、全部見たっけ、いやあの見てないな。夜もこの間と同じぐらいかな、どっちも同じぐらいです。エミはまだ若手じゃありませんお昼でも格好の格好する、あーでもあそこの位置だったら目立つなとか言って、でもなんかやっぱあの私は本当になんかこれはもう当たり前ってかもうみんなそう思うんだけど、やっぱこうリハの時にやっぱそのしっかりしてる子って本当すごいねなんかしっかりしてないわけではないんですけど、みんながやっぱなんていうかな、しっかりしてる人羨ましい。なんかそのエミの中でマリア、ユーナ、ミシャケとかがもうなんかいつもなんかしっかりしてるっていうか、頼りある、頼りがいがあるっていう安心感すごいなってやっぱね、リハ中に思いますね。やっぱ一番確実に完璧にやっぱこう振りをマリアちゃんとか、うん、ユーナとかミシャケは一番覚えてくるっていうか、なんかすごい。ミミはここ出れるかな出れないかなっていうのがあるから、ちょっとあのほぼまあ覚えてないことはないけど
ここまでかなってぐらいのやつまで覚えて行ったんだけど、やっぱもうなんか難しいな、ネタバレになりそう。あの出る必要もないやつもその先輩たちが覚えてるんですよ。ちょなんかあのまあちょっとネタバレになりそうだから、ちょっとやっぱ怖い怖い怖い。でもそう覚えなくていいやつも覚えてて先輩が、それでマリアちゃんが一番先頭に立ってそれをあの教えてる姿を見て、あれすげえと思って、しかもあのはいマリアやってとかじゃなくて、あの無言で真ん中にいてはいやるよって感じに教えてあげるよみたいな、それがすごい。エミリーはトーンって棒立ちで見てました。すごい、本当にすごい。エミリーって真ん中立ってみんなに教えるなんて、そこまでそんなはできない。なんかこここうしたら絶対いいよとか、こここうやってこうこんな感じにしたら可愛く映るよとか、なんか絶対よく見えるよっていうのを教えれるけど、最初から最後まで覚えてこれですっていうのはちょっとさすがにさすがだなって思いました。それをジャケも言うのもいつもできるっていうか素晴らしいんですよ、安定感が。ユーナもすごいちゃんと、ユーナはねもう本当に根っからの真面目だからね、すごいいつもやっぱ綺麗好きだししっかりしてるぞ。もうマジでお姉ちゃん、本当にお姉ちゃん。ん？だからユーナいつもアタパになっとるんやって。何あ、しっかり覚えてるからこそドジになっちゃうのかな。もうユーナちゃんはあとは道端でこけないでくれたら私は安心です、これからが。ミシャキはもう本当にあのなんだっけ、目撃者公演エミーが覚えてる時にどうしてもなんかできない多分ねステップかなんかがあったのね。でも無邪気はすぐそれを見抜くの。あ、分かった、ここのステップがこれだから違うんだよ、ここはこうだよ、はあ、やばい、なるほどねみたいなっていうの、まあ、無邪気はすごいそういうのをすぐ見抜く。エミーの中ってあの3人はマジでコンサートとかあの初めて出る公演とかいて安心する。褒め配信になっちゃった。荒牧先生高井美はたまに荒牧先生って言うから、ヨウジさんって言うからいたいですね。ユーナとかミシャケとかもチーム違うからさ、コンサートとかそういう握手会とかがないと会えないんですよ。にしてもパンチ可愛いですね。ギターの爪短く切っちゃったからちょっと落ち込みだけど、いや今日の配信はあの30分だけしようと思ってて、
始めたんです。で私分かった、あのね、長々配信がねあんまりできないっていうかっていうことに気づいて、だから最近さ、あの夜じゃなくて夕方なの。それはね眠たくなるからです。そしてあの、まあ、今日はもともと公演があったからそういうことも兼ね合いで、はい、でもねやばい、でもめっちゃいいと思う。あのこの夕方の配信はやっぱ眠くない、あんなに。寝落ちしてもいいやん、するわけないじゃん。昨日も9時ぐらいに、もう配給面白いね。アニメの配給。ご飯食べたらそう眠たくなっちゃう。え、なになに？配給じゃないのそれ。今日も早くお休みしたいと思います。あ、バレーボールを漢字で書いた配給、配給見て全部見終わったら映画を見たいっていう。コナンも見たい。コナンも見たい。キャラ誰が好き？でもさ、やっぱさ、エミリーはさ、あの普通にひなたがいいと思うんですよ、10番ね。でもやっぱさ、なんだろう、ミーハーだねっていう。ありがちなとこだねっていう。うん、みんな月島とか影山ここが好きだよね。やっぱアニメって面白いね。眠くないよ。ヒロアカ見てましたよ。爆豪とか。ヒロアカね、ヒロアカもあれって続きあるの？なんか続きありそうな終わり方で終わった気がする。結構前に遅めに見て、結構前に終わった気がする。もう爆豪し、まあでもかっこいいもんね。え、コナン来月、あ、そうそう、来月か、あれ、あ、来月か、4月の21とかだっけ。あれ違うか、15とかじゃなかったっけ。かんねえ。はじめまして。コナンは誰もし、コナンが面白いかな。おしゃべり会の楽しみ、おしゃべり会、多分東京の方はまだあの追加多分できるので、
皆さん会いに来てください。8から10はパジャマです。至って普通だけどパジャマです。お、さっき追加した、ありがとうございます。お、4月13日やたくさんおしゃべりが行きます。待ってますよ。パジャマドライブしよう。おお、かけたってことかな。え、犬の散歩から帰ってきたら配信始まってた。犬飼ってるの？犬飼ってるんだ。え、園長さん4月あ14の5部幹部間近。嬉しい。なんで5部だ、パジャマじゃない。あれ、じゃあやっぱパジャマしなくてよかったかもしれないじゃん。まあでもそんなことないね。あ、会社で飼ってる犬ね。なるほどね。じゃあそろそろ終わりましょうかね。ランキング読みます。13位涼太郎さん、12位園長さん、11位タカフルさん、10位ガオさん、9位つかささん、8位筋肉愛好家さん、7位一栄さん、6位カメちゃんさん、5位ドレイクさん、4位ハンスケさん、3位クーさんさん、2位トムマルさん、1位つとも北海道さん。つとも北海道さん、タワーありがとうございます。ありがくまです。本当にいつもありがとうございます。それでは皆さん、またね。バイバーイ。あ、間違えた、こっちか。バイバーイ。